雨が降り始めています。横浜スタジアムからお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、横浜 DeNA ベイスターズ対阪神タイガースの13回戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、まもなく試合が始まるわけですが、序盤バッテリーにとって大事なことって何でしょうか。まあとにかくイニングの先頭バッターを出さないようにして序盤の展開をコントロールしたいですよね。なるほど、序盤コントロールできるのはどちらでしょうか。まずはベイスターズの先発飯塚が横浜スタジアムのマウンドに上がります。今日は相手打線にどんなボールを投げ込んでいくんでしょうか。赤星さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか注目ですよね。まあそうですよね。そういう意味でも 1,2 番バッターには注目していきたいと思ってますね。はい、その 1,2 番がどう活躍していくのか見ていきましょう。インサイド落ちました。ワンバウンドヒットになりました。これで10試合連続安打。ノーアウトだ。バッターは2番に入っている榎田。前回のゲームはマルチ安打を記録しています。いいところで打ってましたよね。ええ、さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。ヒットでランナーを一塁に置いています。はい、初球ストライク。ここはゲッツーを取りたい場面ですよね。なるほど。さあそういった打ちました。ヒットになった。ベイスターズピンチになりました。ノーアウトランナー二塁一塁。さあベイスターズ先制のピンチです。まあ先制はされたくないですからね。ここは目をつんでおきたいところですよね。うん、そうですよね。まあバッターは典型的なプロヒッターですから、そこを逆手に取ったリードが有効でしょうね。はい、さあここはしっかり抑えたいところ。バッターの山川、今シーズンの得点圏打率は5割1。打ちました。取った。セカンド送球、二塁アウト、一塁転送アウト、ダブルプレー。さあそしてバッターボックスには牧入っています。こういう勝負強いバッターを乗せると厄介なんで、まずはピシャリと抑えておきたいですよね。さあ2アウトながらピンチは続きます。まあやはり先制されるのは避けたいですから、しっかり集中したいですよね。うん、なるほど。切れていきます。ファウル。引っ張った。これはどうか。大和1塁送球、1塁アウトで3アウトチェンジです。先制のチャンスがあったタイガースですが、そのチャンスを生かせませんでした。タイガースのピッチャーは阿賀妻、キャッチャー城島、ファースト牧、セカンド井口、サード山川、ショート。タイガースマウンドに上がるのは先発の阿賀妻。さあベイスターズ打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。バッターは大和。赤星さん、注目の初先発となりましたね。初めてのピッチャーと対戦する時のポイントはありますか。映像では見てると思うんですが、実際に打席に立つと感覚の違いが出てくるので、やはりバッターは振っていきながらタイミングを合わせることが大事だと思いますね。どうやって攻略していくんでしょうか。打ちました。センターに打球伸びる。ここはフライになっています。センター掴んでワンアウト。バッターは2番に入っている筒香。今シーズンここまでホームランは14本。まずはワンアウトを取っています。マウンド上のピッチャーは阿賀妻、そしてキャッチャーは城島。このバッテリーをベイスターズ打線がどう攻略していくか。低め、ノーボールツーストライクです。さあ外してくるのか。見逃し三振、ツーアウトになっています。バッターボックス宮崎、前回のゲームでは無安打に終わっています。ツーアウトランナーありません。アウトコース決まってストライク。2球目は何で来るか。打ちました。セカンドが取る。一塁アウトで3アウトチェンジです。この回ベイスターズ3人で攻撃を終えています。2回になります。タイガースの攻撃、バッターは松井。前回のゲームで4安打を記録しています。前の試合は調子が良かったですよね。そうですね。さあここも期待がかかります。打ちました。センターに抜けました。これで3試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスは6番中村。
前回のゲームでは見事なホームランを放ちました。いやー、ホームランが打てたのは大きかったですよね。はい。さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。ヒットでランナーを一塁に置いています。打ちました。セカンド取った。二塁へ送球。アウト。スーパープレイ。先ほどのプレーです。ここはダブルプレーに仕留めました。まあランナーいなくなりましたからね、ピッチャーは楽になりますよね。バッターは注目のルーキー城島。前回のゲームではマルチ安打を記録しています。いいところで打って勝負強いところを見せましたよね。ええ、さあこの調子を維持していけるか。タイガースダブルプレーでランナーなくなりました。打ちました。センターに大きな打球。ぐんぐん打球が伸びている。伸びてフェンス直撃。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これで4試合連続安打。ツーアウトランナー二塁。まあここは敬遠でもよかったですよね。次のバッターの方がやりやすいと思いますからね。なるほど。このまま勝負するんでしょうか。2球目打ちました。抜けました。レフト前に持っていきました。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。タイガース1点を先制しました。ここで先制点を奪われてしまいました。まあ注意すべき相手でしたよね。ここでタイムリー。先制点を奪われました。さあ一塁には追加点のランナー。そしてバッターはピッチャーの吾妻。次の回ピッチャーからの打順というのは避けたいですから、走るなら絶対成功しないといけませんね。はい。引っ張った。サード取った。一塁送球します。一塁アウト。スリーアウトです。しかしこのゲームはこれから2回の裏に入ります。さあベイスターズ、この回は4番から始まります。ソトが打席に入ります。前回のゲームではマルチ安打を記録しています。ベイスターズ1点ビハインドで迎える2回の攻撃です。先制されてしまいましたけども、この回すぐに取り返したいですよね。さあまずは先頭バッターを出していきたい。変化球空振り。ワンアウトです。バッターボックスには5番梶谷。今シーズンここまでホームランは1本。吾妻、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。枠をいっぱいに使ってきます。ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。変化球空振り。ツーアウトになりました。バッターボックスロペス。前回のゲームはマルチ安打を記録しています。チャンスで打ってましたよね。そうですね。さあここも期待がかかります。ツーアウトランナーありません。打ちました。取った。一塁へ送ります。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。里崎さん、立ち上がりに攻められてしまいました。今日は本調子ではなさそうに見えますが、いかがでしょうか。まあただベンチとしては初球打ち。さあどうだ。一塁線落ちてフェア。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。ショートボールをこぼした。これでマルチヒット。さあベイスターズ、得点圏にランナーを背負った場面です。まあここはしっかり抑えて攻撃に備えたいですね。なるほど、そうですね。まあそして一発のあるバッターが相手ですから、彼の得打ちました。ショート取った。一塁へ。アウト。ワンアウト。さあそして打席には山川が入ります。さあワンアウトになりましたが、得点圏にはランナーが残っています。まあこのまま抑え切って攻撃陣の奮起。打ちました。大和。一塁送球。ツーアウトになりました。さあそしてバッターボックスには牧入っています。さあツーアウトにはなりましたが、まだピンチは脱していません。まあここはこのまましのぎ。打ちました。外。一塁送球。一塁アウト。スリーアウトです。赤星さん、今日のボールなんですが相当切れてるんじゃないですかね。そうなんですよね。バッターからするとまっすぐを待って打ちに行っていると思うんですが、でも分かってても空振りをするということはスピードよりもかなり速く感じてると思うんですよ。なるほど、本当にいいボール行っているようです。外の低めに手を出しました。ノーボールツーストライク。変化球空振り。
ワンアウトです。8番バッターはキャッチャー伊藤。我妻、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。ファウルになります。ノーボールワンストライクです。おっつけて打ちました。ライトが取りました。2アウトです。次はピッチャーの打順ですが、先発の飯塚がバッターボックスに入ります。当たればいいところに飛ぶこともあるんでね、バットを出していってほしいですね。そうですね。ナイスボールですね。インローへキレのある変化球、空振り。スリーアウト、チェンジ。反撃したいベイスターズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。3回終了、1対0、タイガースが1点をリードしています。バッターは5番松井。さっきはフォーク打たれたんでね、ここはリードのパターン変えてくるかもしれませんね。そうですね。そういったポイントを打ちました。取った。一塁送球します。アウト。ワンアウトです。バッターボックスには6番中村。先ほどの打席はセカンドゴロ、併殺打となってしまいました。飯塚、まずは先頭バッターを打ち取っています。センターへ抜ける。これで6試合連続安打。ワンアウトランナー一塁です。ご覧いただいています。これはピッチャー不用意でした。ちょっと中途半端な感じになりましたよね。バッターボックス城島。先ほどツーベースを打たれたバッターなんで、ここは長打にも気をつけたいですね。そうですね。初球打ち、これはショートの右抜けました。これで3試合連続のマルチヒット。ワンアウトランナー二塁一塁。ご覧いただいています。これはピッチャー不用意でした。ここはゲッツを取りたい場面ですよね。そうですね。左中間へ、ワンバウンドヒットになった。セカンドランナーサードガンバスを蹴った。二塁際どいが、これはセーフ。タイガース追加点を挙げました。警戒していた相手ですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。まあ注意、三振を取りたい場面ですよね、ここは。そうですね。真ん中打った。セカンドのセンター前へ抜けていく。バックホームする。サードランナーホームイン。タイガース追加点。ここはピッチャーにタイムリーが出て追加点を奪われています。まあこういう点の取られ方は非常に良くないですよね。試合中盤、ここは三振を取りたいですよね。なるほど。さあどういうリードをしてくるのか。低めの変化球、うまくかわされました。打ちました。打球はレフトへ。さあサードランナーはどうする。サードランナータッチアップ。サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。バッターボックス榎木田。タイガースこの回7人目のバッターになります。里崎さん、今日は打ちました。流しました。レフトの前に落ちる。これでマルチヒット。ツーアウト二塁一塁。さあそして打席には山川が入ります。さあ得点圏にランナーを背負った場面です。ここはしっかりしのいで反撃を待ちたいですね。なるほど。そうですね。痛烈な打球、スタンド一直線、突き刺さった。スリーランホームランが飛び出しました。ベイスターズ痛い一発を浴びています。高めに浮いてしまったストレート、打ち返された打球は大きな当たりとなってスタンドに届いてしまいました。ベイスターズ追加点を許します。7対0。十分警戒はしていたはずですが、ここで一発を浴びてしまいました。ベンチではチームメートに祝福され、喜びを分かち合っています。ピッチャーの状態ですが若干きつそうにも見えます。警戒すべき相手でした。ここで追加点となるホームランを打たれています。まあ正直これはきつい一発ですよね。なんとも痛い失点となります。ここは当然という交代でしょうか。ベイスターズピッチャーを変えます。4番を迎える場面でコールされたのは葛西。さあマウンドに上がったのは葛西。今シーズン7試合目の登板です。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。打ちました。大和、1塁アウトで3アウトチェンジです。 DeNA ベイスターズ4回裏の攻撃になります。バッターは大和。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。さっきは取られはしましたけど、あわやという大きな当たりです。内野を抜けていきます。
これで5試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。打順は2番筒香。先ほどの打席、最後は見逃し三振に倒れています。先ほどはちょっと消極的だったかもしれませんよね。はい、今度は思い切っていってほしいですよね。そうですよね。ヒットで変化球空振り、ワンアウトです。打席には3番バッター宮崎。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ワンアウトランナー1塁です。初球打ち、ファールグラウンドへのフライです。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。バッターボックスは4番ソト。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。先ほどはバッテリーにしてやられた感じでしたよね。2球目打ちました。大きな打球になった。センター下がって入った、ツーランホームラン。卓球高々と舞い上がり、横浜スタジアムのスタンドに消えていきました。真ん中に入ってきたストレート、ジャストミートした打球は特大のアーチを描きました。主砲の一振り。打席には5番バッター梶谷。ベイスターズホームランで得点を挙げています。赤星さん、素晴らしいホームランが飛び出しました。いや、狙いすました素晴らしいホームランだったと思いますね。そうですね。さあ、引き続きここもつなげていきたい場面です。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。しかしこの回ベイスターズ点差を縮めていきます。4回終了7対2、ベイスターズが得点を入れています。里崎さん、ここから逆転するためにもこの回はぜひゼロに抑えなくてはいけませんね。まあそうですね。もうインサイド詰まりながらもライトへ、しかしこれは追いつくか、ライトが取りました。ワンアウトです。6番バッター中村。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。まずはワンアウトを取っています。さて、今日のベイスターズの先発は打ち込まれて交代した飯塚。今日はベンチの期待を裏切ってしまう結果となりました。空振り、打ちました、取りました。一塁へ送ります。一塁アウト、スリーアウトです。この回タイガース三者凡退です。7対2、タイガースがリードしています。赤星さん、一方的な展開で負けている時というのはベンチとしてはどんなことを考えているんですか。初球打ち、レフトへ打球伸びる、レフトが取りました。ワンアウトです。バッターは7番上里。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミングが取れてない感じでしたよね。今度はやり返さないといけませんよね。そうですね。吾妻、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球空振りです。得意のボールでストライクを取りました。アウトコース、ファウル。三振です。スリーアウトチェンジ。ここまでのハイライトです。まずは1回の表、ランナーを三塁に置いて、ここは内野ゴロに打ち取ります。先制を許しません。2回の表、先制のピンチ、8番井口、レフトへ弾き返すタイムリー。ベイスターズ先制点を奪われます。4回の表、ワンアウト1、2塁のピンチ、8番バッター井口、その初球をしっかり弾き返します。ベイスターズ1点を追加されます。攻撃、ワンアウト2、3塁のピンチ、バッターボックスにはピッチャー吾妻、初球を叩いてタイムリー。ベイスターズ1点を追加されます。さらに続きます。2アウト1塁2塁で3番山川、2球目を捉えました。ベイスターズ3点を追加されます。6回の表、
横浜スタジアムからお送りしていますゲームは6回の表に入ります。タイガースの攻撃、打順は8番井口。先打ちました、セカンド取る、アウト、ワンアウト。ピッチャーに打順が回って先発の我妻バッターボックスです。好投してますから続投でいいでしょうね。そうですね。打ちました、これはどうか、ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁となりました。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、目のいいバッターですからね。やはり初球打ち、これはどうだ、ショートの横抜けた、これで3安打猛打賞、ワンアウトランナー二塁一塁。バッターボックスには2番榎木だ。まあベイスターズとしてはここはビシッ打った、これはどう、センターに抜ける、ホームに送球、これで3安打猛打賞、ワンアウト満塁です。バッターボックスには3番山川、先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。引っ張った、レフト前ヒットになります。バックホームする、サードランナーホームイン、タイガース1点。バッターボックスには4番牧、空振り、当たりません。2球目打ちました、ヒットになった、ホームに送球する、サードランナーホームイン、タイガース1点追加します。打順は5番松井、タイガースこの回7人目のバッターになります。このゲームはスタメン全員にヒットが出ています。里崎さん、ちょっと打たれすぎですよね。2球目打ちました、三遊間抜ける、セカンドランナー塁を回った、サードランナーホームイン、セカンドランナーも今ホームイン、タイガースが。バッターボックスは6番中村、初球から積極的に行きましたが空振りです。2球目打ちました、取った、一塁そのまま入ってアウト。打席には7番バッター城島、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。タイガース2アウトには打ちました、ファーストを取った、一塁へ、一塁アウトで3アウトチェンジです。しかし6回の裏、ビハインドではありますが繋いで流れを変えたい場面、ベイスターズは代打を送ります。バッターボックスには代打の細川。さあ赤星さん、ここで代打を起用してきました。まあランナーいませんから、ここは当然出塁することを考えなくてはいけませんね。そうですね、この起用に応えたい。変化球空振り、ワンアウトです。打順はトップに帰って大和。前の打席のヒットはしっかり捉えたいい当たりでしたよね。まあ、今日は調子が良さそうですよね。そうですね。我妻、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。アウト、際どいタイミングでしたが一塁アウトです。バッターは2番筒香、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。先ほどはバッテリーにしてやられた感じでしたよね。ここは狙い球を絞っていった方がいいかもしれませんね。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。この回ベイスターズ3人で攻撃を終えています。6回終了11対2、タイガース大量リードしています。これから7回タイガースの攻撃です。一方ベイスターズはピッチャーが変わります。平田。里崎さん、だいぶ厳しい展開となっているんですが、選手たちはもちろんまだ諦めてはいませんよね。いやーもちろんです。1、2塁間、外掴んでワンアウト。次はピッチャーの打順ですが、先発の我妻打席に入ります。好投してますから続投でいいでしょうね。そうですね。外抑えて一塁アウト、打順は1番に帰ります。バッター糸井、今日はここまで猛打賞を記録しています。バッター今日当たってるんで慎重にいかない。打った、大和抑えて3アウトチェンジ。赤星さん、まだ3回ありますんで1点でも多く返しておきたいところですよね。もちろんそうですね。こういう展開だからこそ強気に攻めてもらいたいですね。打ちました、これは大きい、伸びていく、2球目打っていきましたがセンター掴んでワンアウト。4番バッター外、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。まずはワンアウトを取っています。2球目も決まります。
ち上げた、浅いフライ、ここは打ち上げています。高く上がりました。積極的に行きましたがセンター掴んで2アウト。バッターボックスには5番梶谷、先ほどの打席初球打ち、山川取って3アウトチェンジ。この回ベイスターズ3人で攻撃を終えています。7回終わって11対2、タイガース大量リードしています。8回まで来ましたタイガースの攻撃、打席には2番バッター榎木田、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ベイスターズ厳しい展開で8回を迎えました。さあ里崎さん、この回はきっちり抑えていきたいですよね。まあそうですね、気持ちを切らすことなくいってほしいですね。まだまだ諦めないためにもここはきっちりゼロで抑えなくてはなりません。三塁線、あっと取れ、抜けていきます。これで3安打猛打賞、ワンアウトランナー一塁です。バッターボックスは4番牧、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。さっきはしてやられましたよね。はい、今度はしっかり抑えておかないと。真ん中打ちました、これは破りました、センター前、これで3試合連続のマルチヒット。ワン、バッターボックスの松井、今シーズン得点圏での打率は4割8分7厘となっています。2球目打ちました、ワンバウンドヒットになりました。ホームに送球、今日も3安打猛打賞、ワンアウト満塁です。バッターボックス中村、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ヒットで満、初球打ち、ヒットになった、サードランナーホームイン、そしてセカンドランナーも3塁回って今ホームイン、追加点が入りました。打順は7番城島。さあまず1球目、初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン、タイガース1点追加します。バッターボックスは8番井口、タイガースこの回7人目のバッターになります。引っ張った、サード取った、2塁送球、セカンドフォースアウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。8回の裏追いかけるベイスターズの攻撃、バッターは6番ロペス、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席はいい当たりの外野フライでしたよね。空振り、これが2球目、低めストレート、ストライク、ノーボール2ストライクです。変化球空振り、あえなく三振です。8番バッター伊藤、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。さっきは中途半端なスイングで三振でしたよね。ええー、今度はしっかり捉えたいですよね。打ちました、これは浅いフライ、ヒットになった、これで3試合連続安打、2アウトランナー1塁。バッターボックスには代打の山本、ヒットでランナーを1塁に置いています。豪快なスイング打ちました、弾き返した打球はセンターへ、ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。これから9回タイガースの攻撃です。さあ里崎さん、だいぶ厳しい展開とはなっているんですが、最終回になりましたね。まあ最後まで諦めないためにもここは打ちました、外、アウト、ワンアウトです。打順はトップに帰って糸井、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ワンアウトランナーなしです。初球ボール、さあ2球目は何か、スライダーで空振りを奪っています。ワンボールツーストライクです。インサイド落ちました、これはどうか、センターに抜けました。これで10試合連続安打、ワンアウトランナー一塁となりました。2番バッター榎木田、先ほどの打席はショートゴロに倒れている、引っ張った、これはどうだ、一二塁間を破る、これがチーム25本目のヒット、ワンアウトランナー二塁一塁。これが1球目、まずは見送ります、ワンボール、次が2球目、会心の当たり、一直線、スタンドも越えていった、
山川、今シーズン第48号のスリーランホームラン。これが今日2本目のホームラン。ベイスターズ追加点を許します。十分警戒はしていたはずですが、ここで一発を浴びてしまいました。ベンチではチームメートに迎えられ、盛り上がっています。バッターボックス牧、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。引っ張った、これはどうか、ショート取った、アウト、ツーアウト。5番バッター松井、さっきはいい当たりでヒットを打たれてますからね、まあタイミングが合ってるようなんで、ここは注意が必要ですよね。引っ張った、これはどうだ、ファーストの左抜けました。これで3打席連続のヒット、ツーアウトランナー1塁。打席には6番バッター中村、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。抑えきれませんでしたね。はい、高め打ちました、ヒットになった、2塁はセーフ。これで3安打猛打賞、ツーアウトランナー2塁1塁。バッターボックスには7番城島、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いやさっきはやられてしまいましたよね。はい、ヒットでランナー2塁1塁。ライト線、大きいぞ、ライン際ですが、ここは打ち上げています。掴んで3アウト。この回の攻撃は赤星さん、歴史に残るような奇跡の大逆転を期待したいところですよね。いやもちろんそうですね。厳しい展開だと思うんですけど、最後まで諦めないでもらいたいですね。そうですよね。その奇跡を見ることはできるんでしょうか。打ちました、セカンドが取る、アウト、ワンアウト。2番バッター筒香、今日は3打席全て三振に倒れています。先ほどはバッテリーにしてやられた感じでしたよね。ここは狙い球を絞っていった方がいいかもしれませんね。そうですね。赤妻、まずは先頭バッターを引っ張った、ライトに上がった、この打球はフライになっています。ライト掴んで2アウト。3番バッター宮崎、今日はまだ当たりがありません。さっきは取られはしましたけど、あわやという大きな当たりでしたよね。タイミング合ってるんで、今度はやってくれる。打ちました、中村、これで3アウト。試合終了になりました。残念ながら DeNA ベイスターズ敗れてしまいました。これぐらい一方的な負けの方が諦めがついて気持ちの切り替えが早いかもしれません。ただ非常に反省点が多い内容でもありましたので、この負けをぜひ次に生かしてほしいと思います。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方の DeNA ベイスターズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームは DeNA ベイスターズ敗れてしまいました。今日の解説は里崎智也さん、赤星則